蘇我蕭白、蘇我蕭白、蘇我蕭白、享保15年、1730年天明元年1月7日、1781年1月30日は、江戸時代中期の絵師。裸足剣と自ら号した。高い水墨画の技術を誇る一方、見る者を驚かせる強烈な画風で奇想の絵師と評される。享保15年、1730年、京都に生まれる。蕭白の生涯については、資料が少なく不明な点が多い。伊勢地方に多くの作品が残ることから、かつては伊勢の出身とされたこともあった。しかし、近年の研究の進展により、丹波屋と号する京都の商家の子として生まれ、本姓を三浦と称したことなどが明らかになっている。京都市上京区の京成寺には、蕭白の代表作、寒山寺とくずが残るほか、蕭白とその一族の墓もある。兄と妹がおり、兄は蕭白が11歳の時、元文5年、1740年江戸で亡くなっていることから、丹波屋は江戸に支店を置ける程度の商家であったようだ。菩提寺の京成寺の所在地が西陣に近いことなどから、丹波屋は紺屋だった可能性がある。寛宝3年、1743年2月に、父、吉右衛門が亡くなる。この頃の蕭白は、伊勢の被災の米屋で奉公していたという伝承が残る。さらに、永享3年、1746年1月、母、四つが亡くなり、丹波屋も潰れてしまったようだ。そして、蕭白は孤独のうちに生きることを強いられることとなる。蕭白は、高田圭介や望月玉仙に師事したとの説が古くからあるが、圭介の弟子らによって編纂された、圭介画譜にある門人録には、蕭白の名がなく、証明する文献がないことから、直接の弟子であったかどうかについては、否定的な意見もある。ただ、高田圭介とその門人たちに、特徴的な技法を用いていることなどから、少なくとも、高田圭介の画風を学んだことは、間違いないだろうと、高田圭介研究の第一人者である、国香由美子、滋賀県立近代美術館主任学芸員は述べている。また、白井華陽は、画帖要略、天保2年、1831年の中で、雲谷派を学んだことを指摘している。確かに、蕭白の身体水墨画には、緊直な描線や垂直に切り立った崖の描写など、雲谷派との共通点が認められる。蕭白自身は、室町時代の画家蘇我裸足の画系に属すると自称し、落款には、裸足十世などと記している。その頃蘇我派の画系は耐えているが、濃墨を用い、荒々しい筆致で、樹木や岩をデフォルメして描く作風を、蕭白は積極的に取り入れていったと思われる。他にも、太い墨線を用いる筆法から、白隠の影響を受け、その無法の手法だけでなく、その気迫やユーモアも吸収していると見られる。作品も制作時期のわかるものは、極めて少ないが、29歳前後と35歳前後の2回、伊勢地方に滞在したことがわかっている。1回目の伊勢滞在時には、その人柄と出生年を示す逸話が残る。津から2里ほど離れた黒田村の浄光寺に1年ほど滞在していたが、絵を描こうともせず、毎日本堂に行っては昼寝ばかりしていた。ある日、蕭白は朝食も取らずに本堂にこもっていたが、いつものことと放っておいた。ところが、昼になっても夜になっても出てこないので不思議に思って、本堂へ行ってみると、その内陣の左右の壁面に、16羅漢の図、欄間には、ぶどうの図が描いてあり、蕭白の姿は、どこにもなかった。その画には、宝暦9蘇我氏30歳筆と、落款があり、宝暦9年、1759年に30歳で、あることが確定した。なお、これらの作品は現存していない。群仙図、旧長島や襖絵などの代表作は2回目の伊勢、滞在時に描かれたものと考えられている。また、33歳時と38歳時には、播磨に滞在していた。安永元年、1772年頃から亡くなるまでは、京都に居を構えた。7歳年上の南画家、池大河と親しく、蕎麦を食べに大河の家を訪ねたが、話し合っているうちに、蕎麦のことを忘れて、夜になってしまった。帰る際、大我が提灯を持たせてあげたいが、家にはそれがないとすまなそうに言うと、蕭白は遠灯にろうそくを灯し平然と帰っていったいう逸話が残る。反対に、丸山応挙には思うところがあったらしく、蕭白はある時戯れに、我が欲しいなら自分に頼み、絵図が欲しいなら円山問答、応挙が良いだろうと語ったという。安永4年、1774年刊行の平安人物誌には、20人中15番目に載っており、住所は京都上京と記されている。安永6年、1777年息子が夭折、蕭白も4年後に亡くなる。法名、一期蕭白居士。一族と同様に京成寺に葬られたが、蕭白の絵を好んだ人々が建て、富岡鉄斎が名を揮号した墓も残っている。弟子に、画名と作風から、その可能性が高い蘇我正月。また、横山崋山や瀬古鶴五月、神原大鳥明斎のように、蕭白の画風を慕った幾人かの絵師が知られている。蕭白の特徴は、部分の細密で正確な描写能力と対象の動静の的確かつ大胆な把握にある。構図における大胆な空間把握、顔料の性質を熟知した上に成り立つ、様々な独創に支えられた鮮やかな色は、相ともに強烈な不安定さを生み出し、見る者を魅了しまたおののかせる。江戸時代の画史において、すでに異端、狂気の画家と位置づけられていた蕭白の絵は、仙人、東寺詩、中国の古事など伝統的な画題を同じく正統的な水墨画技法で描いていながら、その画題を醜悪、表金に描き出すなど表現は型破りで破天荒なものであり、見る者の神経を逆なでするような強い印象を与えずにはおかない。当時、蕭白の作品は、同時代の丸山応挙や池大が、与謝蕪村ほどではないにしろ、一般の人々に受け入れられていた。蕭白の贋作が多いのは、贋作者のモチベーションを刺激しただけでなく、それだけ蕭白の人気が高かった裏付けとも言える。明治時代以降は、評価が低かったが、1968年、美術手帳誌で連載された、辻信夫の奇想の系譜で取り上げられたこと等が、きっかけとなり、江戸時代絵画史に異彩を放つ、個性的な画家として近年再注目されている。なお、蕭白については、異端、奇想という側面のみが、もっぱら強調され、偏った評価を生んでいたとの反省を踏まえ、より多様な視点からの研究が必要だとの指摘もある。横尾忠則の作品には、蕭白の作品を下敷きにして描かれたものがある。群仙図から触発されて、消された記憶、雪山童子図からは、二紅白童図などが制作されている。明治時代には忘れられており、多くの作品が失われたり破損したりしていた。そのため、ウィリアム・スタージス・ビゲローによってこうした作品の多くが、ボストン美術館に持ち込まれることにり、現在は、同美術館が最大の蕭白コレクションを所有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。